平成28年台風第13号は2016年9月に発生し前線や低気圧を刺激して日本列島に被害をもたらした台風である。進路図2016年9月南西諸島の南の海上で発生した低気圧96ワットに対して気象庁は9月5日21時に熱帯低気圧として観測を開始。5日夜から 発達する熱帯低気圧に関する情報を発して警戒を促した。速報値の時点では、熱帯低気圧は9月6日9時に沖縄県の宮古島近海で台風となり、9日3時に東海道沖で温帯低気圧に変わったとされていた。しかし、気象庁の事後解析によれば、熱帯低気圧は9月6日15時に東、シナ海で台風となり、 台風は7日9時には北緯29.2度、統計130.3西度で熱帯低気圧に変わり、同日の21時には不明瞭になったとされている。台風から変わった温帯低気圧は前線を伴って関東地方、東北地方の沿岸を北上し、9日夜には根室半島付近、10日にはオホーツク海に進んだと見られている。 日本の太平洋岸を進んだとされた台風13号は台風としてはそれほど発達しなかったが北海道から本州にかけて停滞した低気圧と前線を刺激したことで接近前から各地で大雨になり群馬県、栃木県などで1時間雨量100ミリメートルが解析される豪雨となった。これにより北海道や栃木県、群馬県や香川県などで浸水被害が発生した。 台風及び台風から変わった低気圧の影響により、兵庫県矢部市で1時間に89.5ミ、mm、リメートル、栃木県小山市で81.5ミ、mm、リメートルなど猛烈な雨が降ったほか、全国各地で200ミリメートルを超す大雨となったところがあった。さらに、最大瞬間風速は沖縄県那覇市で、 秒速三十一点三メートル、沖縄県都科敷村で、秒速三十一点二メートルとなるなど、沖縄や奄美など南西諸島を中心に暴風となった。また、海は大しけとなったところがあった。全国で、死者一人、負傷者二人、全壊十五棟、半壊四十二棟、一部破損四十二棟、床上浸水百十二棟、床下浸水三百四十五棟の被害が、 発生している。前線による大雨により、上越線は2日間不通となった。ありがとうございます。